尺の時、グランプリの栄冠を手にするのは、ゆるキャラグランプリ2018表彰式。皆さん、こんにちは。こんにちは。皆様に集まっていただきました。さあ、本日はゆるキャラグランプリ2018花園ラグビーの街東大阪にご来場いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。ただいまよりゆるキャラグランプリ2018の表彰式に移らせていただきます。この時間、表彰式の司会進行を務めさせていただきます、私吉村和人と言います。そして、はい、古き良き時代から来ました、真面目なアイドル、真面目にアイドル、ゆるキャラ大好き、ユッフィーこと寺島ユフです。よろしくお願いします。そしてゆるキャラグランプリ実行委員会会長の西です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いいたします。さあ、2日間にわたってこの東大阪、この会場でゆるキャラグランプリ2018行ってまいりましたが、はい、いかがでした2日間こうしてみて。ものすごい熱気で、どのキャラさんも、最後の決選投票の呼び込み、一生懸命頑張ってらして、さまざまな場所でさまざまなドラマが生まれてたのを目撃して大感激です。西さんは。そうですね、天気が少し心配でしたけれど、なぜ心配かというと、こちらの会場、本来の目的は、雨とかそういった水を、調整をするという場所なので、雨が降ると結構ゆるキャラさんたちには辛い状況になるんです。そうですよね。だから、もう晴れてくれ晴れてくれと、ずっと毎日のように祈ってました、なので天気になってゆるキャラさんたちにもすごくいい状況になったし、皆様方にも足元汚れなくて、そうですね、良い状況になったのでとても良かったです。そうです、それもあってか、この本当にたくさんの皆様にお集まりいただきまして、その中でこうやってようやっと表彰式頂点をお呼びする時間がやってきたわけですが、楽しみになってまいりました。さあ、ではまずはですが、新キャラさんいらっしゃい、視聴率ナンバーワンの発表から始めてまいります。この新キャラさんいらっしゃい日、何ですか？はい、こちらはですね、今や地域で見かけない日はないと言ってもいいゆるキャラ。今日もどこかで新しいキャラクターが産声を上げています、はい、ということで、今年誕生した新しいゆるキャラさんや、満を持して今年初めてグランプリにエントリーされたゆるキャラさん、はい、そんな今年初めてゆるキャラグランプリに参加したよっていう新しいキャラさんたちのために、楽天 TV 様にご協力いただきまして、手作り PR 動画を紹介する特集ページを作りました。それが題して、新キャラさんいらっしゃい、はい、という説明で合ってますでしょうか？はい、合ってます。新婚さんいらっしゃいのそうですよね、いらっしゃいの方が良かったのかどうかというね、いらっしゃい、じゃあこの新キャラさんいらっしゃい、たくさんの新キャラたちが登場する場面になったわけですね、本当にゆるキャラも歴史が、たくさん増えてまいりました。中でもこの新キャラたちの登場になりますが、これユッフィーもちろん全部見たわけですか？見ました。楽しかったです。本当にたくさんの個性豊かなキャラさんが参加されてて、はい、しっかり PR されてるキャラさんもいれば、お散歩してる動画だけで3分終わってしまう子もいれば、様々だったんですけど、今日会場にいる子だと、ぴょんちゃんのんちゃんの PR 動画がすごく可愛かったですね、2人でゆるキャラグランプリにかけていろんな言葉遊びをしている動画だったんですけど、カメさんとウサギさんのキャラクターで、その2人のやり取りもすごい可愛かったので、ぜひ見ていただきたいです、皆さんもぜひともご覧ください、はい、さあ、それでは早速ではございますが、新キャラさんいらっしゃい、視聴率ナンバーワンの発表、表彰を行わせていただきます。それでは発表します。新キャラさんいらっしゃい、視聴率ナンバーワンは株式会社 JSS のペンタです。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、残念ながらですが、ペンタはこの会場には来ていないんですが、そうなんですよ、そうなんです
すいません。会いたかった。来ると思ってましたので、来ていないんですが、視聴率ナンバーワンとなった動画を皆さんにご覧いただこうと思いますので、はい、ビジョンにご注目お願いいたします。ビジョンはいいや。ナンバーになりました。おめでとうございました。会場にも良かったです。笑いがすごい、はい、あれペンタは泳いだでいいんですよね。泳ぎましたとも 見ましたよね。皆さんペンタ泳いでましたよね。立派でしたよ。担ぎにやってました。さあ、そしてこの、動画視聴率ナンバーワンになりました。ペンタから喜びの声が届いております。ペンタは日本代表だけではなくて世界も狙ってるんですね。すごいですね、規模が違いますね。びっくりしました。はい、さあ、ということで新キャラさんいらっしゃい。視聴率ナンバーワンは株式会社 JSS のペンタでした。おめでとうございます。ありがとうございます。